寝坊しても大丈夫、この髪型5分でできちゃうんです。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、寝坊しました。もうみんな寝坊したよね。はい、はい、ということでこんな朝でもちゃんとして見える5分もあればできちゃうヘアアレンジを紹介したいと思います。よっよ、すごいね。それはまあ人間が誰しもあるもんね。あります。でも寝坊してもやっぱり寝坊した感の髪型だとダメだしね、ちゃんとしてないとやっぱりダメだと思うので、はい、そんな日にぴったりのヘアアレンジを三崎さん今日紹介してくれます。やりたいと思います。はい、ということでポイントは、ポイントは、うん、スタイリング剤をしっかりつける。あ、もう絶対ポイントだな。はい、うん、そして溶かす、そしてゴムが結べてくるりんぱができたらもうそれだけです。なるほど、はい、それぐらいのテクニックで大丈夫ですか。はい、難しくないです。わかりました。くるりんぱができる方だったら絶対できますんで、できます。ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画どうぞを使うのは、まずスタイリング剤のオイルとミルク、そして溶かすブラシ、それからシリコンゴムを2つ、これだけです。まずスタイリング剤をワンプッシュずつ出して手のひらで混ぜてから、内側、毛先と表面までしっかりと伸ばしていきます。スタイリング剤をつけたらブラシで溶かしていきます。溶かすことによってしっかりと全体に均等にスタイリング剤が馴染んでいきます。まず両サイドを右後ろくらいで取り分けて置いておきます。後ろの方の髪の毛を手ぐしでざっくりまとめていきます。まとめる位置は耳よりも少し下の位置でまとめていきます。ゴムで結んでいきます。なるべくしっかりめに結んだら、斜めから指を入れてくるりんぱしていきます。手先を2つに分けてキュッとしていきます。くるりんぱの部分を斜めに入れてあげることによって、ここの部分が割れずに綺麗なバランスになります。サイドの髪の毛を後ろに持ってきて、表面の部分を整えながらまとめていきます。まとめる位置はくるりんぱした位置の少し上あたりでまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ここもしっかりめに結んでいきます。ここに空洞ができるのでくるりんぱをしていきます。上のくるりんぱを最初にしたくるりんぱの中に毛先を入れ込んでいきます。くるりんぱを通せたら全体を崩していきます。サイドの髪の毛は崩れやすいので、ほんの少しずつほぐしていきます。トップの部分も少しわしづかみするような感じでボリュームを出していって、下の部分もほんの少し崩していきます。毛先の部分が乾燥してなくてしっかりまとまっていて、全体が綺麗なバランスに整ったら完成です。はい、ということで、はい、みさきずヘアアレンジ終わりましたね。どうですか。良かったと思います。結構簡単でしたよね、はい、でここだけ押さえておいた方がいいっていうポイントってあるよね、はい、ゴムをしっかり結んであげることです、うんうん、そうすることによって、うん、くるりんぱも崩れにくくなるので、こう通すときにしっかりとバランスよくできるんじゃないかなと思います。だけどきつく結びすぎてくるりんぱできなかったらちょっとダメになると思うので、まあその辺ちょっとね、バランスっていうのは何回かご自分で結んでいただいて確かめていただければなと思います。ということで皆さんぜひ参考にしてみてください。今日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。皆さんがね、今後も綺麗になれるように、まあヘアアレンジだったりとかね、情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。